こんにちは。こちらは、たなごたくぼた放送局です。ここのフレーム柄ね、上の部分だけだけだね。高さどんくらいあればいいっす？なんでも家つけば。もうこれ、もうまず。3つあるの非常にありがたいんだけど。なんか直すんだ。これ、あれたらキャップだけダメなのあるんですよ、結構。あ、割れちゃうんですよね、ツバが。ツバだけ割れちゃって、使えなくなる多いから、だから、ここ、結構ハンダ付けなんですよ。だから、ハンダ溶かして、ここでペタってくっつけて。今、3台ぐらい割れてるのがあるのかな。割れちゃうんですか、そこ。割れちゃうんですよ。熱で振動とかでやっぱ開け閉めするときにこうただこうやって回すだけだとやっぱ力かかる人もいるし、本当これ押しながらやってくれると結構ここの溝を傷つけないんだ。うん、傷つけないし痛めないから優しいんだけどもね。意外とそこが壊れちゃうんですか。結構うちあります。3台か4台ぐらい今割れてもらって。へえ。あ、三菱はあれだな、あのコンバインの。コンバインの、はいはいはい。筋だけあれば差し通り助かるんだけどね。ここを切り取ってまたつなげるわけですか。ハンダなんで温めると取れるんですよ、ポロッと。ただここがどこが、ここから外れるんですよ。これくっつけてあるだけだから、こことここ。あ、これもですね、はめてあるだけなんだ、うんうん、ここもトーチでさーっと炙ってやるとハンダ溶けてポロッと取れるんですよ、この脇とか、うん、あ、そう。一回頑張ってバラして直したんですけど、もう二度とやりたくないですやってみた、ラジェタさん頼むと高いからって自分でバラして全部漏れてるとこ埋めて直したんですよ。じゃあもっとひどいことになっちゃったんだ。一番最初にやったやつは本当のトーチバーナーでやればよかったのに、めんどくさいからって酸素使ったんですよ。遠くから炙ってたらまだかなまだかなってやってるうちにドロッと溶けちゃっておーみたいな、確かにそんなバカなみたいな。で似たようなやつを探してきて、枠が合わないからまたあと全部これ溶かして、そーっと今度時間かけて。桂田さんでも失敗した時期あるんですね。当たり前じゃないですか、そんなの。最初からできるようなやつなんかほらここにはいるけど、いないっすよ。なんか何も分かんないんだから。ここへどうやって入れるん。まだハンダ溶かして、ハンダを戻すこの逆にして。いや、そのまま、うん、ここへ入ってくん。なんていうか染みてく。ハンダもうハンダくっついちゃってるんですよ、その間の間に。はいはいはい、はい、フラックスつけて、あと軽く塗っとくんですよ。あ、そっか、溶かして塗っとく。熱与えた時にペタってやって、うん、まああと俺は念のためにここ塗装剥がして、ここの上にも軽くぐるっと一回やりますけど、うん、溶接のビードをギューとこうビビビビビッとやるのと同じですよね、理屈的には。うん、ただそれを電気的にやるのが何か別な物体を溶かしてこう杉間を埋めるっていうか。まさか、あ、電気固定。電気だとちょっと全体的に熱逃げちゃって張り付き悪いんですよ。だから俺はトーチ使いますけど、水道屋さんとか銅パイプこうベロンとこうつける、うん、イメージ。冷凍機とか、ね、冷凍機とか、あれ要はあれですよ、うんうん、あれと同じこと。同じだよね、うん、そう。ハンダを使うか、そのローを使うか、うん、まあまあ、うん、ほとんどそのなんだ、長野合金の含有率の違いですけど、うん、聞くと、うんうん、帰れなくなっちゃうからもうやめよう、話しかけんです Bye.